Hello everyone! 皆さんこんにちは。カイジュウサツキ .com へようこそ。私はカイジュウサツキと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、いつになく清掃しておりますが、これはちょっととあるところに行ってきたんです。場所はですね、鈴鹿市文化会館のサツキプラザというところで、ね、サツキプラザ、私の名前でございますよね。もうテンションもうだだ上がりでございます。でそこでですね、何があったかというと、三重現場で県議会。女性活躍の推進中小企業の現場でいつもちょっとなんかしたかみそうなこんななんですけど、要するにですね、三重県議会がいろいろな県民の声を聞くということで、この現場で県議会というのをね、いろいろなテーマを決めて待ち行っているそうなのでございます。私知らなかったんですけどもね。で前回が鳥獣害に強い地域づくりっていうのがね、ちょっとこうあるんですけど、三軒例えばこの畑で色を作っても猿とかイノシシが食べていっちゃって、なんか何も収穫できないとかっていう声聞くんですけども、それを話し合うっていうのが前回あったのかな。で今回は女性活躍っていうことで、こう鳥獣害ね、獣が来て次女性っていうね、次はどうなるんでしょうかっていうね、バランス取っていただきたい感じですけどもでございます。でこれはなんかですね、中小企業 の経営されている方を3人と、まあ、それはなんか県の方からお願いされたんですけどね。であと公募が3人ということで、私は公募でございます。で公募のですね、私以外の2人の方はですね、なんかもう他にもいろいろこの女性活躍で、まあ、いろんなところでなんかお見かけする人たちっぽかったので、まあ、要するに皆さんなんかそれなりにやってらっしゃる方ばっかりでですね、で皆さんね、すごい原稿も準備されて、これ県に申し上げたいみたいなことでね、すごい言われてましたよ。1番2番3番みたいな感じでね。でまあ私はですね、まあなんていうんですか、まあ、ぶっちゃけ県に言いたいことは別にないんです。何かしてもらうとかって何も思いつかないし、でまあ、ちょっとね、一つだけ言ったことがあったので、まあ、それを次のようにしゃべらせていただいてきました。すごく楽しかったです。はい。で、このサツキプラザっていうのはそんなに広くなくてですね、まあ、何人ぐらい今日いらっしゃってたんですかね。傍聴の方もなんか20人ぐらいか30人ぐらいかいらっしゃると思うんですけども、まあ、なんかこう全部みんなこうなんかテーブルを囲んでみたいな感じで、割となんかこうザックバランな感じでですね、議員の先生たちもですね、なんかすごいダークバラな感じで、なかなか良かったと思います。やっぱりなんとなく県民の意見を聞くとか言っても、なんかこう話があちこち飛んでいってしまうし、結局その自分の利害っていうかね、自分が気になっていることを言って終わりになってしまうと思うので、こんな感じでテーマを決めて、である、程度ね、こういうの言いたいっていうのがこうある人に出てもらうっていうのは、なかなか会議進め方としてはいいかなと思いました。はい。で私もですね、本当久しぶりにすごい真面目ななんか女性の話を聞いたなっていう感じで、すごかったですよ。はい。でね、そうですよね。まあ、ただですね、なんていうか、こういう話をするといつも思うんですけど、あと高齢者の問題とかね、いうのを聞いてても思う、同じことなんだけど、これ女性であることって別に問題じゃないですよね。だけどなんかこう取り組みの姿勢として、女性を取り巻く問題を解決するにはみたいな感じで、最初からこう問題って入っていくでしょ。で高齢者の問題もそうじゃないですか。自分今問題って言っちゃったけども、年を取ることは悪いことじゃなくて、長生きするってことは本来嬉しいことのはずなんですよね。だけど高齢化社会の問題とかって言って、問題ってね、こう要するになんかない方がいいものみたいなネガティブな感じでいくじゃないですか。でそこがね、もうなんかそのスタート地点からね、なんか間違ってる気がするんですよね。なので私の希望としてはですね、もっと明るい感じでですね、ぐいぐいいけたらいいなとか思うんですけれども、まあ、そこがねまだねあれかなっていう感じぐらいですね。まあ、そこでも含めて女性の活躍ね、まだまだかなっていう感じなんですけども、本当に活躍する人はその制度がどうとかってことじゃなくて、もう自分でエネルギーでパッと突き破っていく感じなので、
まあですね、県の方たちがね、何かってこうなんかお願いしてやってもらうっていうのはないんだけども、やりたいって人がいたら、まあ、邪魔しないようにしていただいたらいいかなというのが私の感想でございますということでね、本日とても楽しかったでございます。こういうのね、またやっていただきたいですねということで、以上会場させてくださいました。See you next time. Bye.